2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻。あっという間にウクライナ全土が占領されてしまうのではという予測は見事に外れたね。ウクライナ軍は前線どころか攻勢に転じている状況とも言われているよね。つまり、強さを見せつけるつもりだったはずなのに、逆に今回のウクライナ侵攻はロシアの弱さを見せつける格好になってしまったってわけだな。ロシアの焦りは、ここ日本周辺でも見えてきたからね。正直、ロシアがこんなに弱かったとは多くの人が驚いていると思うんだけど、弱いからといって日本の国防をないがしろにしていいわけではないよね。ロシアの実情をしっかりと理解し、その上で日本が独力で国を守るために何が必要なのか、しっかりとこの機会に考えたいものだぜ。そうだね。さて今回は、津軽海峡をロシア海軍揚陸艦4隻が通過することで見えてきた、ロシア軍の部隊再配備について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まず、ロシアによるウクライナ侵攻の状況について分析してみようか。ロシアは、2022年2月の侵攻作戦において、その目標を首都キーウロシア名キエフに定め、ゼレンスキー大統領の新欧米政権を打倒して親ロシア政権を成立させることを目指していたんだ。だが、キーウを早期に陥落させることも、ゼレンスキー政権の打倒のいずれも失敗し、現実的な東部地域の実効支配を目指す方針に切り替えた模様だぜ。2022年4月中旬になり、東部のドンバス地方の確保に主作戦を切り替えたロシア軍は、ドンバス地方の要衝マリウポリの占領に全力を注いでいる模様だね。マリウポリでは、ロシア軍による激しい攻撃に見舞われており、多くの市民の犠牲が案じられている状況で、ウクライナ軍は製鉄所などの主要な施設で防衛線を敷いているものの、マリウポリの陥落はもはや時間の問題とも言われているってわけ。そんなロシア軍だけど、今までの戦況は決して順調とは言えず、むしろ劣勢に転じているのではないかとの見方も強まっているよ。実際、ウクライナに対しては西側諸国からの軍事的な支援がどんどん行われていく中で、ロシア軍の士気は低下し、名だたる指揮官を任命して挽回を図っているようだけど、すでに戦費や武器弾薬の欠乏すら囁かれているんだ。ロシア兵の投降も相次いでいるとされてるし、中には戦車や装甲車両を持参してウクライナ軍に投降している姿も YouTube に掲載されるようになったり、ロシアが弱いというのは、世界中に明るみになっていると言っても過言ではないのかも。なりふり構わぬロシアは、自らの武器弾薬の不足を踏まえ、中国の習近平政権に対して軍事物資の提供について打診を行ったようだね。アメリカや欧米との対立が深まっていたロシアは、その対抗策として中国との連携を密にする方向に舵を切り、実際に習近平政権とは蜜月をアピールしていたプーチン大統領の姿は数多くの外交シーンで見受けられたよね。だが同盟国だから、欠乏している武器弾薬の支援には応じてくれるだろうと、楽観的にそれらの提供を中国に依頼したところ、柔らかく断られてしまったようだな。それが事実であれば、ロシアはまさか孤立無援ではないかとの見方も強まっているぜ。では、ロシアはウクライナ方面に対してどのように戦力を補充すればいいのか。とりあえず、既存の兵力を輸送してウクライナ方面に振り向けるしかないってわけ。アメリカの軍事偵察衛星がキャッチしているところによると、シベリア鉄道には多くの装甲車両や軍事物資が積み込まれた輸送列車が多数運行されているよ。また、極東の軍港ウラジオストクではロシア太平洋艦隊の輸送艦や、揚陸艦が戦車や装甲車両を乗せて出港する姿が多く認められているんだ。これらの艦艇は、北極海や太平洋を経由して移動している模様で、トルコによりボスボラス海峡及びダータネルス海峡の中立化が宣言されたこともあり、寒さ厳しい北極海経由での輸送を余儀なくされているとも言われているね。その影響もあるのか、ロシア海軍の揚陸艦4隻が相次いで津軽海峡を通過したことは、みんなは知っているかな。防衛省統合幕僚幹部が公式発表したところによると、2022年3月15日の午後8時ごろ、青森県下北半島の北東端にある尻屋崎の東北東約 70km の海上において、ロシア海軍のアリゲーター4級戦車揚陸艦1隻及びロプチャー1級戦車揚陸艦1隻の、合計2隻が西に向けて航行しているのを確認したと発表したんだ。さらに、翌日の3月16日の午前7時頃には、同じく尻屋崎の東北東約 220km の海域を15日に、航行していたものとは異なるロプチャー I 級戦車揚陸艦1隻及びロプチャー2級戦車揚陸艦1隻の、合計2隻も西に航行していたことも確認されているんだよね。海上自衛隊では、八戸基地の第2航空軍第2航空隊所属の P3C 哨戒機と、大港基地の第7護衛隊所属の護衛艦知らぬいを派遣し、ロシア軍艦の情報収集と警戒監視に向かわせていたところ、
これら4隻の揚陸艦はいずれもそのまま津軽海峡を突っ切って日本海へ入ったところまで確認したことを明らかにしているよ。いずれのロシア軍艦も、航海を航行していたため領海侵犯などは起きず、海上自衛隊も航空自衛隊も遠巻きに様子を見守っていた、というのが実情なんだけど、このことに対してネット上では日本政府の弱腰を批判する声が上がっていたみたい。実際、ロシア海軍の艦艇が意気揚々と、まるで日本を挑発するかのごとく津軽海峡を横断したことに対して、インターネット掲示板や SNS では怒りや懸念が渦巻き、なぜ黙って通過させてしまうのかなどとの発言で炎上していたみたいだもんね。とはいえども、津軽海峡や宗谷海峡は国連海洋法条約による国際海峡とされていて、適正国家の軍艦であっても、明らかに日本を攻撃しようとの姿勢を見せない限りは通行権が認められており、その航行自体を妨害することが禁じられていることもあり、自衛隊ができることは警戒監視をすることしかできない実情を、日本国民ももう少し理解しておいてもいいかもしれないぜ。ちなみに、ロシア海軍艦艇による津軽海峡通過事案は5日前の3月10日にも発生しており、この時は同日午前2時頃にウダロイ19駆逐艦1隻、ステレグシティ29フリゲート艦2380型警備艦4隻、グリシャ級コルベット艦1124型小型対戦艦2隻、補給艦1隻、潜水艦救難艦1隻、公用衛船1隻からなる10隻の艦隊が、太平洋側から津軽海峡を通過して日本海に抜けていったことを、防衛省が3月11日に発表しているよ。いわば小艦隊とも言える構成だったこの時のロシア海軍は、千島列島周辺の太平洋で訓練を行っていた際の帰路に津軽海峡を通過したとのことだったんだ。この時期の宗谷海峡は、流氷の影響もあるので安全な航行が難しい状況であり、津軽海峡を通行することはセオリーとも言えるんだけど、ベーリング海や太平洋でも当然流氷が浮遊している状況下であり、そのような海域であえて危険を冒して訓練を行っていたこと自体が、ロシアによる何らかの意図を感じずにはいられないよね。防衛省は、津軽海峡を通過する時のロシア艦艇の艦隊画像を公表しているけど、気になる点はいずれの艦隊も塗装が汚く、錆が浮いていることだね。今回航行していた艦艇の中には、1960年代に就役したグリシャ級コルベット艦が含まれていたんだが、これくらいの老朽艦になっていれば錆ぐらい浮いていてもやむを得ないと思うぜ。だが、1990年代に就役したウダロイ級駆逐艦や、2000年代に就航した新型艦であるはずのステレグシティ29フリゲート艦まで錆が目立つのは、普段の整備が行き届いてないことや、整備に回せるだけの資材や予算がないのではという見方もできるようだな。実際、2010年代以降は、クリミア半島併合に伴う西側諸国の経済制裁を受けたことで、ロシアの経済が停滞の一途をたどっており、そのために太平洋艦隊の予算も削減されたことから、艦艇の稼働率が著しく低下したという話も聞かれたぐらいだよ。ロシア海軍の劣化が明らかにされたと言ってもいい状況の中、それでもロシアが千島列島周辺で訓練活動を活発化させているのは、何らかの意図があるのは明白だね。一般的に、千島列島配備のロシア軍陸上部隊は現在8000人程度とされており、アメリカが本気で侵攻してきた時に支えられる兵力ではないんだよ。これらの兵力を削減し、ウクライナ方面に転用しようとすれば、当然アメリカの攻撃を考慮しなくてはならず、それを恐れてこれだけの戦力を持っているぞと、大規模な訓練を複数回実施することで、アメリカを牽制したとの見方もあるな。そもそも、8000名程度の兵力を移動させるとすれば、それだけウクライナ戦線が苦境に陥っていることの表れだし、極東からわざわざ移動させなければならないというロシアの実情を明るみにすることは、弱いロシアをアピールすることにしかならないぜ。そうだね。そう考えると、今回のロシア海軍の揚陸艦4隻が津軽海峡を通過したことは、シンプルに千島列島周辺での訓練の帰りと考えて差し支えないと思うよ。とは言っても、シベリア方面から陸軍兵力の移動が行われているのは事実であり、ロシアの実情は予備兵力を極東地域から求める状況にあり、ヨーロッパ方面の兵力だけではウクライナを占領することはできなかったということは明らかだろうね。そのようなロシアの状況だから、ネット上で囁かれているロシアの北海道侵攻説は、はっきり言ってまずありえないと考えてもいいだろうな。仮にロシアが、北海道に侵攻することを考慮した場合、追加投入するべき戦力はウクライナ方面に釘付けになっていて全く見込めない状況であり、数千人規模の兵力で北海道に侵攻したとしても、占領地を確保することが困難であることは明白だから、その可能性はほとんどないと見てもいいと思うぜ。とは言いつつも、侵攻しないと思われていたロシアがウクライナに侵攻したのは事実であり、
そのことは日本国民としても理解しておかなくてはならないよね。つまり備えあれば煩いなしという国防、そのことを肝に銘じておくべきであることは確かなことだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。